ビブラフォン中島香織です。こんばんは。ギター木戸夏樹。こんばんは。今日はね、本当にもう年末も今年ももう本当にいよいよ先が見えてきたっていう時期にお越しくださいまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、カリちゃんは本当に元気でいいですよね。はい、もう元気しかいいとこないんで。いや、そんなことはねえと思うけど。いや、本当に、はい、いや結構だ、1曲目かおりちゃんの曲すごいいい感じのしっとりした感じの演奏だったじゃないですか。はい。そっからガーンとそのテンションに行くっていうのが、はい、大したもんだ。大事なもんだな。ありがとうございます。なんか褒められてるのか。いや、褒めてますよ。いや、めちゃめちゃ褒めてます。もちろん褒めてます。はい、ということで1曲目しっとりした曲は私のオリジナルで、ヘイジーデイズというですね、まあ、その名の通り、まあ、コロナ禍が始まった頃ですね。まだコロナ禍という名前もなくて、コロナって何、なんか謎の病気がなんか中国から来たらしいよみたいな、なんかそういう頃に、ライブもしていいのやらしちゃいけないのやら、お客さんもライブに出かけていいのやら行っちゃいけないのやら、お店も開けようか開けまいかみたいな感じでみんながすごい悩んでた時期に、私もライブやらなきゃやらないでなんか後悔するし、やったらやったでやっぱりなんかやってよかったのかなって思っちゃうし、なんか正解がなくてすごいモヤモヤしてたので、その時書いた曲「ヘイジーデイズ」という曲からお届けいたしました。木戸さんとはですね、これは8ビートでやるのがすごい私は好きなんですけど、原曲はスイングでやってるんですよ。原曲っていうか、そのもともとスイングで書いた曲なんですけど、なんかやっぱ木戸さんとこう8ビートでやるのがすごい気持ちよくて、これはこれでいつも楽しみにしているんですが、ありがとうございます。そうか、はい、スイングね。そうなんです。意外となんか8ビートっぽい曲なんですけど、スイングでやってたんですが、やっぱり8ビートでやるとそのなんか良さもあるなっていう。でもそうですね、香織ちゃんジャズの人だもんね。いや、どうなんでしょうね、まあ、ジャズ好きでやってますけど、ジャズやってればジャズじゃないよねって言われるし、ジャズじゃないとこ行くとジャズだよねって言われるし、ちょっと私もうろうろしてる感じなんですけど、俺がその人のジャンル測るときは、はい、だその人がだから好きな音楽、あ、うん、ミルト・ジャックソン好きなんでしょ。好きですね、うん、だやっぱりゲイリー・バートンかミルト・ジャクソンかでなんかものすごい分かるじゃないですか。ああ、なるほど。俺の中で、はい、で、うんうん、ミルト・ジャクソン好きなんだったらジャズ。なるほど、はい、嬉しいです。いや、でもいや、だからあなたはジャズだと思いますよ。はい、すごく、はい、きっと、うん、いや、いい意味で自信をじゃあ持ちたいと思います。はい、はい、ということで、私のオリジナルが続くんですが、2曲目も私のオリジナルで、これもジャズの曲ではないんですが、初めてスペインに旅行に行くことが決まった時に、もうヨーロッパ自体も初めてで、もう何ガイドブックとかインターネットとかでスペイン調べてたら、まあまりにも楽しみすぎて、まだ行かないのにスペインの曲がかけちゃったっていう、曲をお届けしたいと思います。遥かなるスペイン妄想バージョンということでお届けしたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。遥かなるスペイン妄想編をお届けいたしました。では、続いて今度は木戸さんの、オリジナルをお届けしていきたいと思いますが、今日はまあ1年の総括ということでほぼオリジナルでいきたいと思っておりますので、もうね本当今年も今日来る前にスケジュール帳を見ながら何回やったかなと思ったらほぼ隔月でやってたみたいで、今日6回目。そんなやつなんだ。はい、あ、それはそうみたいです。いや、こちらこそ来年もよろしくお願いします。またねステージ始まって2曲終わっただけなのにすいません。そうそう、そう6回もやってました。あ、そっか。はい、でやっぱ香里ちゃんのその上げてく感じはやっぱすごい、ね、上げてく感じ、はい、もう上がることしかできないので、落ちていくことができないので、いや、いいと思いますよ。はい、ありがとうございます。ではそんな上がる私にぴったりのザさん、はい、これあれですよね、アルカナっていうタロットカードの名前の曲をたくさんやっているという。あ、そうですね。タロットの、はい、俺は全然詳しくないんですけど、そのタロット用語からバンド名を取り、はい、そして、まあ作っレパートリーも全部そのタロットのカードの名前から取ってる。うんうんうん、だもうこれメンバーつけてくれたんですけど、これ3がいいんじゃないかって、ね、うん。俺はなんかそういうセンスがゼロなんで、まあでもなんかいいタイトルだなと思います。はい、すごいぴったりだなと思います、はい、ありがとうございます。ではザ・サンお届けしたいと思います。Thank you.
ンという曲をお届けいたしました。ではですね、これは本当に木戸さんとやるのが毎回楽しみな、私のオリジナルなんですけれども、次にお届けする曲はマーシュランドというタイトルの曲をお届けしたいと思います。あのマーシュランドっていうのは湿原のことなんですけど、主に釧路湿原をイメージして書いた曲なんですが、これもスペインと一緒で行ったことないんですけど、釧路湿原見たことないんですが、妄想して書きました。生き物地球気候みたいな感じでですね、こうドローンですごい遠景からこう映していって、だんだんこうなんか緑のこんもりしたところとかが見えてきて、でなんだなんだって近づいていくと、こう湿原だっていうのが分かってきて、でもっともっと近づいていくと、なんかこう生き物がいるなっていうのが分かってきて、もっと近づくとそれにタンチョウヅルだっていうのが分かって、でその鳥たちの周りをこうわーっと映していると、ある時鳥たちがこうわーっと一斉に飛び立つという妄想のもと書いてみました。マーシュランドという曲をお届けしたいと思います。
Thank you.
ありがとうございます。マーシュランドをお届けいたしました。最後はまたね、ドローンがこう遠ざかって遠ざかって遠ざかって、もしかしたら宇宙まで行っちゃったかもしれないっていうぐらい、遠くをイメージして、お届けしてみました。では、次の曲でファーストセット最後の曲をお届けしたいと思いますが、本日唯一のオリジナルじゃない曲ですね。はいそうですね、はい、これはもう私たちの課題曲と言っても過言ではない。ほぼ毎回やってますね。はい、あのチックコリアというね、あの今年の2月ぐらいでしたかね、あの残念ながら亡くなったのよね、亡くなっちゃったんですよ。そうなんですよ。そういえばっていうのもするな、元気にされてたかなと思っていたんですが、まあでもある意味大往生なのか、もうギリギリまでずっと音楽やってたんだもんね。俺もその亡くなった状況とか俺あんまり詳しく知らないんだけど、別に病気してたとかではないでしょ。多分私もなんかそういう話は聞いてないかったと思うんですけど、私も詳しくは知らないんですが、そんなチックコリアの書いた隠れた名曲どうなんだろう。でもすごく、あの例えばスペインとか、ええ、フィエラフィエスタとか、ええ、あれほど有名曲ではないっていうか、まあそうか、はい、まあカバーする人はあまりやる曲やる人はあまりいないかもしれないですね。そうですね、私が広めて歩いてるって感じですけど、なんかちょっとずつこの人だったらやってくれそうっていう人をこうじりじりと見つけては、あの今ちょっとずつ布教活動に勤しんでいるところなんですが、セニョールマウスという曲をですね、ピアノとビブラフォンではね、あのデュオで、それこそさっきあの木戸さんから名前が出たゲイリー・バートンとチック・コリアでデュオでやってるバージョンとかもあるんですけど、はい、ギターとビブラフォンでデュオっていうのは多分ね、まあないですね、ないと思います。はい、ギタリストもあんま、まあアルディメオラがものすごく好きで、ね、みたいですね、ものすごく好きでやってるんですけども、うんうん、あんまりっていうかね、意外とキーが実はやりづらいんですよね。ああ、そう、ギター的に、ギター的には、なるほど、うん、そうか、そうですね、そうなんだけど、でもアルディメオラはこのキーでやってるね、うん、あ、変えずに、変えずにやってた、確か、うん、いや、だからよっぽど好きなんだろうなと思って、うんうん、で俺も元々はね FM 東京で流れたアルディメオラのライブインジャパンでなんかこれやってたんですよ、うん、2曲目ぐらいに、うん、それはかっこいい曲だなと思って。あ、それが最初なんですか。そうですね。あ、へー、あとね、あの俺が高校ぐらいの時に割とチックフリアとゲイリーバートのデュオってちょっと日本でそう、ちょ、うんうん、あ、結構流行ってたっていうか人気があったんだと、ね、うんうんうん、だ NHK でよくその2人のデュオのライブよくやってて、多分日本公演だと思うんだけど、そうね、これはだからやっぱりその中でもやっぱり人気曲なのかな、そのデュオのレパートリーとしても、うんうんうん、確かに出す、はい、ということで、はい、セニョールマウスファーストセット最後にお届けしたいと思います、はい。
木戸夏樹、中島寛平、ありがとうございます。配信をご覧の方もありがとうございます。ありがとうございます。また少し休憩をして戻ってまいります。
ビブラの中島香織です。ギター木戸夏樹、セカンドセット早速始まってまいりましたが、1曲目は、木戸さんのオリジナルカラーで、スリーカラーズオブザスカイ、はい、という曲を1曲目にお届けいたしました。すごい爽やかでこの曲も大好きなんですけど、ありがとうございます。はい、爽やか、まあ爽やかなのか、爽やかじゃないですか、なんかこう爽や、まあ爽やかか、抜けるような空の感じが、あ、そっかそっか、はい、あ、そっかそっか、いや、なんとなくね、はい、イメージとして中南米だから、はい、まあ明るい曲なんだけど、爽やかな感じではないの、ね、自分の中では、色合いとしては、あ、そうですか、であの別に聴、いてる人ってやる人が、あのね、なんか爽やかだとかそうやって感じてくるのは全然あれなんだけど、なんかなんていうの、マット仕上げみたいな、ま、あ、マット仕上げ、フォルクローレみたいなイメージ、はい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 、中では、うん、そっか、じゃあちょっとこう明るいメロディーの中にも少しこう哀愁がある的な、そうだね、あ、うん、割と、うん、実は実は、はい、なんだろう、私が演奏しちゃうからあれなんだな、いや別に、いや別にいいんだいいんだ、哀愁が出てこないのかな。いや、そんなことはないんじゃないですか。そうですかね、はい、そうだといいな。はい、と思いますよ、はい、いや、はい、哀愁とか無縁だなと思いながらいつも生きてるんですけれども。あ、そうですか、はい、もうあの寝垢中の寝垢なんで、あ、でもそれはいいじゃん、ね、え、いや、音楽やるにはちょっとね、どうなんですかね。え、それで苦情が来ることあんの。いや、苦情はないですけど、なんかこう音楽的な深みとかってやっぱそういうところから来るじゃないですか。いや別に暗きゃいい、性格暗きゃいい音楽ができるとか、いやいや、なんか性格暗きゃいいってわけじゃないですけど、なんかこうね、いや別にだす、いや逆に、いや俺だから香織ちゃんとかってなんていうの、俺にとってはなんかこう新しい種の人間っていうか、新しい種の人間ですか、うん、あ、今まで いや、やっぱりあの、まあ香織ちゃんがやってるのはきっとそんなに異常な音楽とかそういうのはないと思うんだけど、異常な音楽、俺がやってきたのなんか異常な音楽が多いんで、割と、うん、そうすると人も異常とは言わないけど、やっぱ変わった人が多いんだけど、だからそのまあね、別に2人で別に異常な音楽をやってるわけじゃないけれど、なんかその異常な音楽チームの俺の音楽にも共感を持ってくれるものすごい明るい人っていうのはなんかすごい自分にとっては新鮮というか、あ、なるほど、あ、いや、すごい私も新鮮にいつもいろいろな曲をやらせてもらってます。それはそれは、はい、ありがとうございます。では空つながりで今度私の、はい、はい、オリジナルをお届けしたいと思いますが、ドロップドロップスターズという曲をお届けしたいと思います。あの今月双子座流星群があったんですけど、はい、もうそれを見てる間ずっとこの曲自分で歌いながら見てましたけど、見えた、見えました、私人生で一番流星群感じました。11月だっけ、今月です、あ、今月なんだ、はい、今月でした、ね、ちょっと日にち忘れちゃいましたけど、10日よりちょっと前ぐらいかな、だったと思います、そうだ、10日前後その辺だったと思うんですけど、そうか、はい、お見せいたしました、いやいやいや、そうかそうか、いや私も1日目忘れてて、うん、翌日会ったあの仲間に、うん、昨日見たよって言われて、うん、忘れてたって思って調べたらその日もまだ2日間まだ見られるって言って、うん、もうその日はもう帰って速攻車降りて見ました。それを忘れてた、はい、あ、一つだけくだらない話、はい、1回だけ火球って見たことあるんですよ、あ、こういう
グワッってやつですか。多分あれは下級だったんだと思うんだけど、鎌倉か葉山の海の方で、なんか空見てたらなんかシュシュシュとか言って、なんか本当音がヒューとか言って、音もしたんですか。音がした、うん、音するよ、するやつもあるんだって。へえ、もっとすごい音がするやつ。それって近いってことですか。いや、でかいってことでしょ。まあ割と近かったんだ。あ、でもそんな近かったら危ないかもしれない。それ UFO じゃないですか。いや違うと思いますよ。違うか、はい、音がするんですか。いや音するする、いいな、私も聞きたいです、うん、そのうち、うん、見れたらじゃあ、あの音楽が深まるんじゃないですか、きっと。羨ましいな、はい、じゃあ私は今日火球をイメージして、はい、はい、お届けしたいと思います。ドロップドロップスターズお届けいたします。Thank you.
ありがとうございます。ドロップドロップスターズお届けいたしました。
次にお届けする曲は前回一度やって今日2回目かなと思うんですが、はい、木戸さんのオリジナルでヌルセット、ヌルセット、これどういう意味でしたっけ。これはね、空集合って、なんか数学用語らしい。そうだ、なんか難しいって言ってたんだ。はい、僕がつけたじゃないんで僕が素敵なわけじゃないけど、はいはい、知り合いのなんか大学の先生やってるのかな、あの人がつけてくれて、なんかでもすごくいいタイトルだなと思って、なんかヌルセットってなんか語感が、語呂がなんか可愛くて。そうですね、うん、なんかでもなんか意味がありそうな感じがしますね。するね、意味を求めたくなるというか。もうそれはもう人それぞれ心の中でもっといや俺なんかね、そのなんだろう、キモかわいいみたいなの俺すごい好きで、キモ、あー、この曲まさにそんな感じですね、うん、うんうん、なんかエドワード・ゴーリーとか、あー、あれ、奇妙なお客さんじゃなくて、いろんな客、あ、そっかそっか、あんまり気持ち悪いの、あのエドワード・ゴーリーのあんまり気持ち悪いの俺ダメなんだけど、結構グロいのあるじゃん。ありますね、うんうんうん、あんまりグロいのは俺ダメなんだけど、いろんな客ぐらいはなんかすごく好きで、まあああいう感じ、もう世界中のこう可愛いんだけどなんか変みたいなものに対するオマージュみたいな、お、出す出す、はい、出す流行りですか。口癖です今日は出すが出ますね、はいはい、では木戸さんのヌルセットをお届けしたいと思います。
ここからは怒涛の木戸さんオリジナルで、はい、攻めていきたいと思いますが、ヌルセットに続いては、さっきのね、あのザ・サンと同じで、これもアルカナの曲ですね、ラバーズ。はい、はい、そうか、これは実はファーストアルバムの時にレコーディングはしたんだけど、曲多すぎて入らなかったんだよね。あ、そうなんですか。そう、え、そのまま入らずにいるっていう感じなんですか。入らずに今に至る。あ、じゃあ未収録のまま。ね、代わりにあの鈴木大輔さんっていう素晴らしいあのクラシックギタリストとやってるデュオのアルバムに、はいはい、うんうん、おこちらでもやられてますよね、デュオ。あ、そうだね、そうだそうだ、そうですよね、はい、ですです。そうなんですよ。な、割と自分では気に入っている曲、はい、これはどういう感じがしますか。これはちょっと切ない恋の物語。あ、なるほど。まあ、ラバーズってあるから、まあ恋だろうなと思って、でもなんかこう明るい恋ではなくて、あ、うんうん、まあこれもあのメンバーがつけてくれたんですけども、はい、ではね、あの SF 小説で恋人たちっていうのがあるんですよ、もうラバーズっていう、はい、なんかそういうちょっとやっぱりちょっと変わったイメージ、変わったイメージですね。まあ僕の中では、うん、まあ別に変態の恋愛とかそういうんじゃないんですけどもなんか、え、恋人たちっていう SF ってことはでも SF なんですよね。一応 SF ですね、うん、あんまり有名ではなくて、はい、もうね、買ったはいいけど途中で止まっちゃってるんだけど。あ、じゃあ終わりまで読んでいない。終わりまでちゃんと読んでる。ただその恋人たちってタイトルがすごく素敵だなと思って、なんかそういう SF でなんかラバーズっていうなんかタイトルつけるセンスがすごくいいなと思って、うん、確かに、うん、です。はい、はい、ではラバーズお届けいたします。Thank you.
なんかこのデュオで演奏するといいですね、はい、あ、本当ですか、うん、やった嬉しいです。なんかいややっぱりなんか女性と男性で演奏するっていうのがやっぱりいいのかなっていう。ああ、うん、なるほど、恋人だから。なんかその、うん、なんかその このタイトルに対するそのなんていうの、あ、解釈の違いみたいな。ああ、いや面白いのかなと思った、思いながら、ね、演奏してました。私どうしてもそのさっき言いそびれたんですけど、ええ、あのなんか暖炉の前で恋人たちが毛布かけて、うん、ギター弾いて歌ってる、うん、なるほどね、ちょっとこう明かりはそんなつけてなくて暖炉の明かりだけでみたいな、あ、すごいロマンチックな、そんなイメージだなって思ってたら SF っていう話になったから全然違うなと思いながら。それはそれでいや、いいと思いますよ。いやいやいや、はい、そんな感じでした、うん、ああそうか、じゃあちょっと次やるまでに、はい、また俺のイメージを考えてみます。はい、では早いものですが、はい、次で、はいはい、最後の曲になりますが、これも、多分木戸さんとデュオやって、はい、初回からやってるかもね、やってるかもしれないですね。時間大丈夫ですか？終電の心配が。はい、そうね、すごいこの曲には鍛えていただいたなと。そうはい、それはもうお互い様で、いやもうめちゃめちゃかっこいいんですけど、すごい難しいなと思ってやっていましたが、最近はこう難しさの先が見えるようにようやくなってきたかなって思ってます。そのいわゆるプログレッシブロックの第一章の難波博之さんという方が言った名言があって、はい、やっぱ人の変拍子はムカつくって、ムカつくムカつくって面白いですね。ムカつくってムカつくってんじゃないかな。とにかくなんか人の変拍子は難しいっていう、でも確かにでもそういうのあるよね。なんかそのわかります、うん、だ自分はそんなか、いや香里ちゃんの曲の方が難しいじゃんってか思うんだけど、でもそういうのってあるよね。なんかそうですね、やっぱ自分の曲は自分の中から出てきてるから、うん、なんか気づいたら変拍子、譜面取ってみたら変拍子だったみたいなことってあるじゃないですか、うん、そうだね。でも人の曲は譜面いきなり渡されて、うん、あ、うわ、そうかそうか、まずは5拍子だとか、わ、7拍子だとかいうところから、身構えるところから入っちゃうっていうか、あ、なるほどね、うん、そういうのあるかもしれないですね。いや俺の場合はそのやっぱり畑が違うから、変拍子ってものすごい当たり前。ああ、そっか、そうですよね、フルグレとかだと。そうそうそう、だから割となんか、ああ、なんか、ああ15拍子ねとか、ああこいつは、ああ なるほどねとか思うんだけど、たまになんかね、やっぱりうわ、こいつの変拍子ムカつくみたいな。なるほど、うん、15拍子は、いや周りになんかそういう変な人がたくさんいるんで、なんか宣伝とかしときます？あ、ぜひぜひ、どうぞどうぞ。このデュオはちょっと次はまだ決まってないんですけど、はい、そうですね、またじゃあ来年に、はいはい、決めましょうね、はい、僕はあと、ね、年末31日にもここで演奏します。なんか俺住んでるのが浦和なんで、東京出るよりなんか気が楽なんですよ。うん、なるほど。なんかでその時はですね、松永雄平君っていう素晴らしいタンゴピアニストがいるんですけども、松永雄平君 と、サルガン・イ・デリオっていう、あの、まあ、アルゼンチンの、まあ、ピアノとギターのデュオの目指せ完コピーというのを、まあ、完コピーだ、本当に素晴らしいから、もう完コピできたらそれだけでもう一等賞の感じなんですけど、まあそこまではまだ全然行ってないんですけど、でもすごく面白い音楽なんで、ぜひいらしていただければと、はい、はい、思います。はい、香里ちゃんは？私は年明け1月3日にここプラ
ラスイレブンで新春モモンガというですね、ビブラフォンとあとあのパーカッションの子がリーダーで、であとあのアルトサックスっていう編成で、まあ、ジャズの曲を多めに、あとちょっとラテンの曲とかもやったりしつつっていう感じで、まあ、なんせそれこそあのいわゆるコード楽器と言われるギターとかピアノとか、あと支えてくれるベースとかいない状態で3人でやってるので、もうみんな休む日が暇がなくて、みんなでヒー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 はっはって言いながらあのアクセクやってるトリオなんですけどもしよかったら1月3日テレビも見るものないなって思ったら、配信でも多分またあると思うので、ぜひプラスイレブンチャンネルからご覧いただければ嬉しいなと思います。もちろんあげおまで来ていただいたら、もう明けましておめでとうございますを我先に言いたいなと思いますそうか、その時さすがに着物とかそういうんではないよね。いや私あの浴衣で演奏したことあるんですけど、もう無理か。結局、うん、あのおはしょりって言って袖をこう、はいはいはい、結ばなきゃいけないんで、もう写真が鉄板焼き屋のおかみみたいになっちゃうんですよ。あ、なるほどね。もう残ってる写真、残ってる写真、もうなんか焼きそばでも焼いてんのかみたいな感じになっちゃうので、もうないなと思って、まあ、なんかせっかくね、こんな可愛いの着たところでその袖を見せることなく終わってしまうっていう。ああ、そうか。そうなんですよ、もう本当にね切なくて、みんな可愛いのにみたいな。え、みんな着物着んの？いや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 、その日は多分、まあ、バーカッションも多分着物じゃ無理だと思うし、まあうね、いやすいません行ってみたわけですもう多分無理だと思います。わかりました、はいはい、ということで、はい、はい、あとはおのおののウェブサイトとか、はい、あとお店のウェブサイトとか見ていただければ、はい、いろいろチェックしていただければと思います、はい、では、はい、じゃあ最後、はい、今世紀最後の曲、はい、今世紀今年いやちょっと待って、はい、まだまだ次の世紀まであります。はい、じゃあではウェーバーお届けいたします、はい、ありがとうございました。Thank you.
中島香織、ありがとうございます。木戸夏樹、ありがとうございました。飛びましたね。もうちょっとあの乳酸がえらいことに、ありがとうございます。いやでも木戸さんのソロがかっこよすぎてちょっとバッキング頑張っちゃったら、ちょっとこの辺がもうピク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 して、ちょっと最後うわーってもう全身でいかないと弾けない感じになっちゃいましたけども、本当にありがとうございました。2021年、最後まで駆け抜けることができましたということで、アンコールいただきましたので、最後の最後に私のオリジナルをお届けして、お別れしたいなと思います。ダンデライオンというタイトルの曲なんですが、これはタンポポという、ね、意味なんですけど、あの、まあ、タンポポって雑草なので、まあ、その辺に咲いてるから、まあね、庭に生えてれば邪魔だなって引っこ抜かれちゃったりとか、道端に生えてれば何気なく踏まれちゃったりとかする草だと思うんですけど、まあ、そんな花を自分の心に置き換えて、こう周りの人の何気ない言動でこうポキって心が折れちゃうことってあると思うんですけど、まあ、そんな時でもタンポポみたいにまた力強く根を張って茎を伸ばしてお花を咲かね、咲かせてっていうね、たくましさを持ちつつも、なんかそのタンポポって咲いてるお花小さくて可愛いので、なんかそういう可愛らしさも忘れずに生きていけたら良いなと思って、書きました。なんかまあ普段ね、私もう本当に雑草みたいな人生だなと思って踏まれて叩かれて、でもなんだこの野郎って言って生きてきたなと思ってこの曲書いたんですけど、そんなこと皆さんあるかなと思います。すべての雑草たちに送る雑草のための雑草バラード、ダンデライオン最後にお届けいたします。本日は本当にありがとうございました。今年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。木戸夏樹、中島香織、ありがとうございました。良いお年を。